けで、はい、今回やってまいりました。やってきたですね、エビサーキット、はい、エビサーキットのスクールコースです。スクールにふさわしいサーキットじゃないですか。そうですね、はい、というわけですね、はい、今回ゼロから始めるドリフト講座と中級者のお悩み相談、そうですね、これを2人の先生、はい、私がもちろん初心者と、お姉ちゃんと、お姉ちゃんと、はい、そしてこちらが、はい、中級者担当の、加藤です。はい、谷口です。というわけでこの2人で、はい、初心者から中級者まで、そうですね、バリバリとドリフトができるように、はい、できるように教えてあげたいと思います。はい、行きましょうか。行ってみましょう。というわけで今回から始まりましたゼロから始めるドリフトレッスン、なんと今回より、生徒を交えてドリフトの技をいろいろ伝授してやろうではないかという企画が始まったですよ。さあ、そして第1回目の記念すべき生徒、結構年いっとるですね、はい、お名前は細川です。よろしくお願いいたします。運転歴はどれぐらいになるんですか。運転歴は一応10年ほどなんですけれども、うん、まあ、主にグリップで走ってましたんで。グリップ、ええ、これはちょっと覚えるの早いかもしれんですね。このマシンを買ったのはいつぐらいですか。マシンはもうつい最近手に入れまして、普通こういうビデオに出ようという生徒がですね、車ぐらい洗車してくれるんですよ。座っとる場合申し訳ない、汚れとるじゃないですか。まあこれもドリフトの方をね、練習するにあたっていいのかどうかは知りませんが、ビシバシと行きたいと思います。まず車を見てみましょうか。中身、まずシートとステアリング、これはいつも身につけるものですね、はい、これはいつもピカピカにして腐っとる場合。これは10年ぐらい使っとるやつですか。そうです、これはもう10年ほど、何キロ入った。中身はまあ至ってノーマル。エンジンの仕様は何か、まあ、買ったばかりなので、ね、よく分かりません。よく分からんとです、はい、ショックは入っとるんですか。車庫帳あたりは入っているのではないかと。おや、気を使ってダノップのタイヤをもしかして新品で買ってきたんじゃないかですか。これ無傷ですよ。無傷です、はい、さすが。マフラーとかもいろいろついとるってことですね。マフラーは太いのがついてるんですね。太いのか細いのか分からん二重になったマフラーがついとるです。最近見らんですね、この形、そしてドリフトに一番肝心な部品は何か知っとるですね、もう、LSD ですよ、LSD、はい、入っとるとですか。これは入ってます。素晴らしく、はい、こういう LSD が入った車で FR であれば、はい、ドリフトは先生が良ければいとも簡単にできるはずの予定倍ですか。そう、じゃあ頑張っていきましょうか。よろしくお願いします。さあ、前回のビデオは見てくれたでしょうか。見てないあなたにもう一度、超初心者の技、お尻を出すことから始めるとです。ハンドルをいっぱい、はい、まあ、右にでも切りますか、はい、で回転を、まあ、5000、6000、7000と上げてって、はい、一番横の方でボンとクラッチをつなぐとです、はい、つなぐと同時にアクセルをさらに踏み込むとですね、はい、するとお尻はブルブルと回っとるとです、はい、よかですか。ほら、お尻が流れとるですね、はい、このように、はい、簡単じゃなかですか。ちょっと酔いました。もう酔ったらですか、はい、さあもう一度やってみましょうか。回転を上げてクラッチをつないでアクセルを踏むだけですよ、はい、まず1、切る、1、はい、アクセル2、3、はい、3つはやればいいですね。よかですか。アクセルをブーン、はい、いいとこでこうやってつなぐとアクセルを踏み込むとして、ほらほら回っとるじゃなかですか。なるほど、簡単ですね、はい、これならできるでしょう。頑張っています、はい、じゃあ運転変わってみましょうか。はい、お願いいたします。いっぱいハンドルを回して、ハンドルを切ります。一速に入れて、はい、サイドブレーキを下ろす、はい、回転を上げて、はい、にかぎんじで上がったところでクラッチを離すとですよ、初心者に多いこのパターン、クラッチを離すと同時にアクセルまで一緒に離してしまうというですね、これいかんですよ、はい、クラッチを離すと同時にアクセルは踏み込むとですよ、踏み込む、回転を上がっているにもかかわらずアクセルをさらに踏み込む、はい、まず一速に入れて、はい、サイドブレーキを下ろすとですよ。下ろします、はい、でハンドル好きな方に切りましょうか。こっちですね、はい、で回転を上げて、はい、回転を上げて、上げてって、もうちょっと上げて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 、ポンとクラッチを離しましょう。お、さすが、うまい、
素晴らしい。お尻が出る感覚が分かったですね。はい、まあ、ちなみにじゃあ逆もやってみましょうか。逆ですか。はい、いっぱい回して、はい、いっぱい回しました。一足に入れて、はい、サイドブレーキを下ろし回転を上げる。はい、でクラッチをもう一回今度離すとですよ、回転を上げて、はい、これですね。よかじゃないですか。素晴らしい。こんな感じですか。これがお尻が出る感覚、分かったですね。はい、ドリフトの基本中の基本の、これはまた基本の最初の基本、これからやってみたいと思います。お尻を出す、簡単そうに見えて簡単とですよ。結構やってみましょうか。ハンドルをいっぱい切って、クラッチを切って、一足に回転を上げていくとです。そして回転がある程度上がったところでクラッチを離してアクセルを踏み込むとです。よかですか。こんぐらいでよかです。簡単じゃないですか。分かったですか。もう一回やってみましょうか。ハンドルを切る、下ですね。でクラッチを踏み込んで一足に入れ、回転をもう5000、6000、7000と、自分のエンジンが一番ご機嫌なところまで回しましょう。そして一気にクラッチを離すとです。離したと同時にアクセルはもう一回踏み込みましょう。了解ですか。ハンドルはこのまま、ほらハンドルを切った方に車は勝手に回ってくれるとですよ。これは簡単ですね。さあ続いては、はい、今ぐるぐる回ったじゃないかですか、はい、あれでカウンターを当てて今度は回るとですよ。いよいよドリフトですか。そう、はい、もう外から見たらもう全然ドリフト、はい、今ぐるぐるこうねハンドルを一定方向に来たまま、はい、同じ方向に回ったじゃないかです、はい、次はカウンターを当てるとですよ。次にやったことあるんですか、はい、まあ、やり方は簡単、はい、こうやってクラッチを離してプンとお尻で出たですね、はい、ブル、はい、出ました。プルプルって出た時に、はい、この捕まえてるお手手の力をちょっと緩めてやるとです。緩める、はい、でアクセルを踏むと、はい、カウンターは勝手に当たってくれるとですよ。離すですね、うん、はい、まあ、手の中で滑らせるぐらいで、ちょっと感覚的にちょっと覚えてやってみましょうか。ちょっと一旦、はい、やんごとにもやってみるとわからんとです。はい、じゃあやってみます。ギアを入れました。一応回転を上げて、つなぐ、お尻が出た。今危ないです。危ないね、もしかして危ないです。危なが危なかった。今ほら勝手に回ったのはわかるんですか。はい、なんかスルスルってきたんですね。行きました、はい、あれでまだアクセルを踏むとです。アクセルを踏む、手を考えると足のことをまた忘れるとです。はい、アクセルが一番大事なアクセルを、もう一回行ってみましょうか。はい、でもう一回ハンドルを切って、はい、来ました。はい、お尻が出たところで手の力を緩めるとです。緩める。おっ、あ、なんかなんとなくプープーじゃなくてプーって踏み込めば大丈夫ですよ。もう一回行ってみます。切って回転を上げて、そう、回転を上げて、お尻が出てば、そう、あ、できました。できるじゃないですか。これ外から見たら完全にドリフト一人です。ほら、人間こうやって勝手に操作するとですね、何も教えてないのに、なぜか今手が勝手に、ね、勝手に動いたでしょ。はい、動きました。あれはなんか動物的な感覚ですね、多分。なるほど、はい、動物っぽくていいじゃないですか。いいですか、うん、はい、これは覚えるのも早いかもしれんですよ、もしかして。ただの回転くんから次はカウンターを当てた回転くんに変身してみたいと思います。さっきぐるぐる回ってお尻が出る感覚は覚えたんですか。プルッといった時にお手手の力をちょっと緩めるとです。そしてアクセルを踏み込むと、カウンター当てながら回れるとですね、よかですか。ハンドルを切って回転を上げて、つないでお尻が出る場合と思ったところで、こうほら、これがカウンター場合。回転を上げすぎないようにしないとエンジンはぶっ壊れてしまう恐れがありますので、回転をこういいとこで7500とか、ギリギリのとこで回すのがちょっと難しいかもしれませんが、回していると信号待ちなんかでブンブンブンとやって、あ、今7000だなっていうのは勘で覚える方がいいかもしれんですよ。もう一回やってみましょうか。ハンドルを切り込んで、ここまでは一緒ですね。アクセルを踏んで、お尻が、あ、出る前、ほら、このようにいとも簡単にカウンターは
車が勝手に当ててくれよるですね。そのうち上手くなってくると自分で回すような感じで滑るスピードが分かるですよね、こうやった方が上手く見えるとですよ。まあ最初はでも手の力を緩めてカウンターが当てる、自分で車が当てるのでその感覚だけは覚えてくんじゃい。さあ続いてはサイド進入。はい、さっきは止まった状態だったですね、はい、今度は走ってってサイドブレーキを引くとですね、はい、漢字は一緒ですね、クラッチと、はい、切って引くとです、はい、引く、はい、よく忘れがちなのはクラッチを踏まなくてサイドで引いたみたいな、はい、ちゃんとクラッチ切ってハンドルを切ってサイドブレーキを引くと、はい、お尻がプルッと出おりますね、はい、あとは一緒ですよ、こっちで回転を上げてポンとつなぐと、はい、僕はですね、これも下ろすとですね、ちゃんとなんか忙しそうですね、これまあちょっと忙しいですね、はい、まあ、年の瀬より忙しくはないですけど、やってみましょうか、はい、まず何事も自分からやるとです、はい、やってみます。聞かねえな、ダメですね。おもうちょっとカツッと引けば、はい、切って引くとですよ、切って引くと、切って引く、ほんと U ターンぐらいでよかですね、もう本当に、はい、180度ターンぐらいで、180度ターンぐらいですか。まあ思ったより自分からスピードを出しても大丈夫ですよ、こう広いところなので。はい、じゃあさあ行きましょうか。はい、もう一度行ってみます。切って踏んで引く、タイミングの問題ですね、はい、これは。さあ助走をつけて、はい、思い切ってやってみましょう。はい、じゃあ暮らしすることはないですよ、これだけ続ければ、はい、行ってみます。行きましょうか。はい、切ってクラッチ踏んで引く。おっ、あ、なんかなんとなくいい感じじゃないですか、はい、今みたいな感じで、はい、あとはアクセルを踏んでクラッチをまたつなぐとですね、はい、こうサイドブレーキ引くときは踏んどるじゃないですか、はい、下ろすと同時に回転も上げて一緒にポンとつなぐとくるっと回るですよ、はい、やってみましょうか、はい、忘れんうちにやるとです、もう一度、はい、さあそして17本目いきます。いきましょうか。行ってみます。だいぶ慣れてきたですね、はい、思い切りが肝心ですよ、これは、はい、そうで、切って踏んで引いて、そしてカウンターをだいぶ形になってきたですね。あとはこれ回数を重ねるのみですよ、はい、じゃんじゃんやるとです、はい。さあ続いては、はい、先ほどのサイド進入、はい、なんとあそこにパイロンが立ってるの見えるですか、はい、見えます。目標物を置いてみました、はい、あの周りをさっきのようにして回るとです、はいはい、やってみましょうか、はい、目標物ありのサイド進入、はい、行ってみましょう。行きます。あそこに目標物があるですよ、はい、いかんですね。やっぱり何も教えておらなかったですね。そういえばはい、ちょうどパイロンがあるじゃなかですか、はい、でバンパーがちょうど同じところに来たかなぐらいのところでサイドを引くとですね、ハンドルをサイドを引く、バンパーとパイロンここで引くわけですよ。そうそうそう、くるっと、はい、で気持ち大きく大きく、はい、こう斜めに引いていくとちっちゃくなってしまいます、はい、ドリフトはしにくいということで、はい、大きめな円を自分の頭の中で描いて、はい、行ってみましょうか、はい、今のは本当によくありがちな失敗例ですね、はい、危なかったです、まあ、パイロンなので何回跳ねてもらっても大丈夫とですよ。はい、本当車2台分ぐらいパイロンから離れたような感覚で行ってもらうと、はい、あそこに大きい円が見え始めましたね、はい、見え始めました。パイロンじゃなかったですね、はい、あれは、はい、さあ行きましょうか。はい、行ってます。大きく回りましょうか、大きく、そうそう、それぐらい、今あほらね、カーブが違うとですよ、はい、大きく円を描くようにすれば、はい、いいとですね。今またやっぱりパイロンに近づいていくんですね。近づいてしまいました、はい。大きく大きく行きましょうか、はい、さあ続いて22本目行ってみましょうか、はい、行きます。なかなかいい感じになってきたですよ。さあここで引いて、できた場合、あ、できた、できた、できたじゃないですか、できました、素晴らしか、ポイントとしてはやっぱりサイドブレーキを下ろした時に回転を上げてクラッチをポンとつなぐ、はい、そこが大事だったとですよ、はい、できたですね、さすが、ありがとうございます。もうちょっと倍、はい、
これはちょっと思い切りが肝心ですね。サイドを引くタイミングは回転を上げてきて、パイロンがいいところにバンパーの体ぐらいに見えたときにハンドルを切ってサイドを一緒に引くとです。すると車はプルッと回り寄ります。よかですか。ちょっとねスピードを上げ気味でいくとちょうどこの辺ですかね。こんな感じでやるといい感じに、やっぱ3メーターぐらい離れた方がいいですね、パイロンからは。大事なポイントはですね、パイロンの位置とサイドを下ろして回転を上げてつなぐ、これを忘れがちになるとですね、必ず回転を上げてクラッチをプッともう一回つなぎましょう。よかですか。いきますよ。回転を上げるとです、こうやってこのようにブーンと一踏み、そしてスコッとつなぐ、これが大事とです。続いては目標物ありの定常沿線回、回転くんですね。はい、これはですねゆっくり回ってみましょうか。ちょっとはい、じゃあ挑戦してみます。そう、車2台分ぐらいゆっくり回ってください。はい、これも普通に走ってよかですよ。普通に走っていいですか。時速10キロぐらいで回ってみましょうか。はい、そう、ハンドルが一定になっているところを覚えましょう。はい、まん丸に、まん丸になってますか今。なってません、ね、パイロン外れとらんですか。なってるようななってないような。そう、はい、パイロンが遠くならず近くならずで同じような一定の打角でぐる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 こう、はい、意外と難しいですね。難しいです。はい、ね、でこの感覚が分かって、はい、あこれが大学一定だなって思った時にさっきのことを思い出しましょうか。はい、止まってクラッチをポンと繋いだじゃないですか。ポンと繋ぐ、はい、それをやるとですよ。それを走りながらやると、そうゆっくり走りながら、はい、行きましょう。はい、車の間隔はやっぱり2メーター、3メーターぐらいは空けておきましょうかね、はい、パイロンから。はい、そうこんなもんですね。こうではなくぐるぐるぐるとこう、ぐるぐるやってみましょうか。もう一回、はい、こういうことですね。そうそうそう、なんとなく、はい、こんな感じですか。3メーターぐらい離れるですか。そうですね、15メーターぐらい。はい、そこでこれ停車してると思って、はい、一回クラッチを切って、はい、回転を上げるとですよ。はい、走りながらですよ。走りながら、はい、そしてクラッチをつなぐと、また足が抜けとるんですね。あ、またですか。カウンターも忘れ気味になっとったですね今。はい、もう一回やってみましょうか。はい、時速10キロぐらいでいいですよ。ぐるぐる回りながら、はい、この円だと思うところで、はい、クラッチを切って回転を上げてクラッチをまたスコッと離して、スコッとお尻が出たら手の力を緩める。緩める、はい、ここですね。どこですか。あ、また手を忘れてるんですね、はい、今ね。手を忘れ、行きましょうか。はい、何かやってもいいとですよ。はい、誰にも迷惑がかかってもらうんですよ。パイロン見ながら行きましょうか。はい、そう同じ円を回るとです。はい、さあこの辺じゃなかですか。はい、もうハンドル戻したりとかじゃなくてですね、はい、アクセルだけでよかったです。アクセルだけで、はい、ブーンと踏み込めば大きく回ったりとか、アクセルだけでやりながら覚えましょうか。はい、回転が足りとらんとですね。あ、足りてないですか。うん、もっと1万回転ぐらい回さないとダメですか。1万回したら壊れるんですよ。パイロンの位置を、はい、覚えましょう。はい、右タイヤの前から、はい、2,3 メーター離れた状態、これぐらいですね多分。ここですか。うん、はい、これぐらいの感覚でずっとパイロンが見えるように回ればいいとです。はい、行きましょう。ます、目線が大事とです。はい、そんなもんじゃなかですか。今ちょっと前に見えたんですよ。はい、これぐらい前、これですか。うまい、アクセルのオフの回転上がってちょうど良かですよ。パイロンの位置はもう前取り当たり、はい、これがずれるとパイロンに突っ込んだり大きく回ってしまったりするとですね、できたじゃないですか。うまい。そうです。定常円のパイロン付き、目標物があるドリフトですね。肝心なのはですね、パイロンの位置関係。前の方にパイロンが見えるとパイロンにぶつかるとですよ、なんかポコッと。で後ろのこの辺に見えるとダメなので、
おおよそこのタイヤの前あたり、これを目標にするとよかでしょう。これぐらいですね。これぐらいの距離、タイヤの位置関係はこんな感じで、ほら、おおよそね、前にあるとです。あまり前にあるとダメとですよ。パイロンの位置をちゃんと把握して、その周りを回るのはちょっと大きめの円で回ると大成功するとですよ。さあついに初心者の、はい、初心者中の初心者の技の最終段階まで来ましたよ、はい、8の字8の字、はい、分かるですか。8の字ですね、8数字の8、こう、これ漢字ですね、はい、8じゃないですか、8、はい、8です、 8、はい、ちょっと待ってみましょうか。これパイロン今2つ置いてます、はいはい、もうドリフトなしでゆっくり待ってみましょうか、はい、パイロンの位置関係は覚えたですね、はい、前輪、今度自動的に左に回るようになるとです。ほら、はい、ここ、3m ぐらい離れましょうか、はい、左はちょっと見にくいとですよね。見にくいです、うん、でこの感覚を覚えましょうか。ほら、大きいまん丸の鉢と思ってくださいね、はい、こういう長広い鉢ではなく、はい、まん丸の鉢をイメージして、はい、今やってみましょうか。はい、これをじゃあ、そう、ほらほら、もうパイロンの位置が悪いとですよ。右前のタイヤぐらいの、はい、そう、はい、左タイヤと右タイヤ、そしてパイロンが一直線並ぶぐらい、はい、幅は約2メーターから3メーター、はい、こんなもんでよかですね、はい、さあ行きましょうか。ハンドルをいっぱい切って、はい、アクセルを振って50度です。さあ、そして大きく回るとですよ。あら、こっち見るの忘れたんですか今、はい、こっちに気を取られた、こっちに気を取られたんですよ、はい、今こっちに行くとですよ、こっちに、そっちに、8、はい、ストップ、こんなもんばい、こんなもんですね、そう、はい、でハンドル切り込んで、はい、切り込みました。今度は左に切らんとダメですね、はい、でアクセルを踏みんで、はい、回転が上がってクラッチを離して、アクセルを踏み込む、はい、そう、そして、ああ、惜しい、そこで一発アクセルを入れてやると、アクセルを入れる、こうプルッと回転した時に、はい、えいって踏むとですね、車は逆になんと向くとですよ、はい、向いたと思ったら、と出ての力をまた緩める、出ての力を、はい、じゃあ一直線上になるように、はい、仕切り直しです。こんなもんですか、はい、もうちょっと前じゃなかですか、ストップザエイズ、はい、行きましょうか、はい、ほら、ちょうどよくパイロンを回った、で、アクセルを踏むと前、オクセル前、一回離して、あ、そう、一回アクセルを目標物が見えた時に離すとですね、はい、するとお尻がプルッとこっちに行こうとします。その時にプルッ プルッとアクセルを踏み出すとです、はい、了解ですか。ずっと回ってください、ずっと、はい、こんぐらいの距離ですよ、こんぐらいの距離、そしてもう一回回ってもらって、はい、あっちのパイロンがほら、ここ来たですね、タイヤのとこに、はい、ここでアクセルを抜くとです、抜く、はい、そこまで踏んでる、そう、ここで抜く、はい、そう、タイヤが来たなと思ったところで抜いて、はい、踏み込むとです、踏み込む、はい、抜いた時に車はこっちに行こうとします、はい、了解ですか、はい、さあ行きましょう、はい、回転が足らんかったですね今、はい、もう一回、もう一回、そう、オッケー、そんな感じでアクセル、思い切ってアクセル踏むとです、床まで踏み続けると、抜いて踏む、できたじゃないですか、なんとなく、ね、はい、これで初心者は卒業できつつアルバイ、忘れた頃にはもう一回最初にやったことから思い出して、はい、大事なところはですね、
このアクセルを抜くとお尻が反対の方に向き出す、そしてアクセルを踏み込む、ここをポイントだけ覚えれば感覚ですよ大丈夫とですね。あと回転を常に上げておくこと、回転が下がってくるとドリフトっていうのは止まってしまいますので、まあ車速ゼロの状態のことをたまに思い出して、回転落ちたなと思ったら一回クラッチを切って回転を上げて離すと、こういうことも小技として覚えておくのも肝心ばい。こうやって蹴りですね、蹴る回転を常に上げておくとです、大きめなまん丸円を描きながらやるといいとです。よく間違えそうなのがこのパイロンの位置、ヨガですね。ここからアクセルをこう踏んで大きめな円を描いて、こうやって大きく大きく大きな円を描くように回転を上げとくことが大事ですよ。ちょっと今蹴ったりしてみましたが、車速ゼロと思って回転を上げることを心の中に頭の中に叩き込んで、アクセルを踏み続けるとです。よかですか。さあ今日一日走り回ってどうですか、はい、楽しい一日になりましたか、はい、楽しかったです。そう、一番大事なのは楽しむこと、はい、楽しきゃよかとですよ、はい。どうですか、この定常円とか走りとかやってみて、はい。意外と難しかったです。そう、何が難しいかっていうのは、はい、回転を上げること、はい、パイロンの位置、はい、これだけですね、はい。じゃあこれをどっかで練習するとですよ、次までに。はい、分かりました。あのね、一回責任を持って徹底的に最後まで教えたいと思いますので、はい。次やるまでに、はい、今日やったことは全て、はい、忘れずにマスターしとくように、はい。前タイヤがどこなのか、はい、ね、回転はどれぐらい上がっているのか、はい、街中でもできるじゃなかですか、はい。信号待ちで4000ぐらい、はい、あ、4000だな、分かるようになるとですよ、信号で、はい。で帰りに石ころを踏んで、お左前タイヤはここなんだ、はい、ということは見えないパイロンを回っていけるですね、はい。これ大事ですよ、はい。うん、で、まあ、日頃からの練習を、はい、そして、休みの日にはこういうサーキットに来て、はい、安全な場所で練習するとです。よかったですか。わかりました、はい、ありがとうございます。大事なのは回転を上げること、回転の位置、はい、ですね、はい。これをちょっと心がけて練習しましょう、はい。もういい大人なので、はい、人に迷惑かけないところで練習しましょう。実は今回、はい、このダンロップの新しいスポーツタイヤ、はい、ディレッツァ G1、はい、9回履いてもらうことになったとですけど、はい、どんな感じですかって初心者のあなたが分かりますか。分かりませんけども、煙がいっぱい出ます。ほう、はい、そして、よく食う、グリップするですよね。グリップするですね、はい。ちょっと初心者には逆にやりにくいかもしれないんですけど、はい、それぐらいちょっとグリップする。そうですね、はい。はは、どんな感じですか、感想的に。まあバックミラーからこう野村さんのようにこう白煙がもくもくなっているのがかっこいいですね。ちょっと勘違いしとるですか。あ、そうですか。煙はタイヤが出しとるとですね。あ、タイヤが今回は、はい、まあ、上手くなってくると自分が出すようになるとですね、はい。まあ、こういうタイヤはまあフロントに履いておくと、はい、危険回避にもなって、はい、ぶつかるところが10センチ手前で止まったり、なるほど。ちょっと後ろに開くとお尻が出にくいので、はい、ちょっと、ね、難しいかもしれないんですけど、はい、まあ、後ろはもうちょっとグレードを落として履いてもよかですね、はい。これはまた新しいタイヤでね、ダンロップの車運がかかってるらしいですけど、開発ドライバーが多分素晴らしい人が使ってるでしょうね。野村さんです、はい、服部直樹です。免許取ったのは18歳ですね。18歳、実は高校生で本当は取っちゃいけなかったのに、僕ら5月生まれで、これはちょっと早めに取りに行けるぞってことでですね、なんと免許どうしても欲しくて、取りに行ったのですよ。こっちではどういうのか知らないけど、自動車学校ではなく自動車教習所、場所によってはほら学校じゃないとですね、福岡で教習所っていうのは、ちゃんと公安委員会に試験を受けなきゃいけなくて、
それ行ったとですよ、見事に2回落ちました。いくらもかかってないですよ。でもなぜかというと夜な夜な練習してたとですね。車は父ちゃんのバン、日産サニーバネットとかいうのね、このコラム4速の 1600cc ですよね。当時父ちゃんが大枚をはたいて買ったローンで買ったとですね、一晩にしてぐちゃぐちゃ左側面巻き込みですよね。まあいろんないい思い出があるとです。まあとりあえず車運転するのが楽しくて、まあうちちょっと田舎の方だったので、その農道あたりでやってましたね。あれは指導ですよ。行動ではありません。指導で練習をしてたんです。夜。で、家のこう駐車場がクランクになっとってですね、隣の家のこの角、ガリガリ。次の朝炭鉱部ができとったです。最初に車買ったのはあのミラというあのちっこい軽自動車なんですけど、もう車を手に入れた時点で走り屋。まずやったのがオールペン、車庫端直売抜いての直感、これやりましたね。もう走り屋ですよ。それ何歳ぐらいですか？18歳で、そのまあちょっとチューニングしつつ、チューニングと今考えるデチューンですね、あれは。で、あの福岡で初めてとか言われとったあのエアロパーツつけたとですよ。色塗ってなかったですけどね。周りの反応とどうでした？もう近所からはもうバカチンですよ。夜中にブンブン言って帰ってきてですね、色塗ってないバンパーが前後ついてて、もう事故車のぐちゃぐちゃのやかましい、とんでもないなんかうるさい、評判悪いとですね、周りから。でも絵描きにやめなさいとよく言われたもんですね、本当に。でもなんかやめなかったんですか？やっぱ楽しくて、それが。でマフラーとかも初めて買ったですね、本当に。あまりうるさかったので、お金を貯めてキャッシュで買いました。で間近に実物を見たことはないとですよ。あ、そうなんですか。でもまあ、あのなんかその存在を知ったっていうのは、存在を知ったのはですね、あの長野のなんか山走ってる当時のあんちゃんですよね、土屋圭一とか言いましたっけ、あの人がテレビビデオに出てドリフトやっとったとですよ。これはかっこよかった。でなんとなくそこでピンとひらめいたのが、これは姉ちゃんにモテる場合と、ちょっと下心はあったのかどうかは知らないけど、それでちょっとやってみようかな。こうビデオのこう見てると、コーナーでアクセルをブンと踏み込んだらなんかお尻がプランと流れてるじゃないですか。これは簡単場合と誰でも思うんですよね。最初には、壁にぶつかったですね。どんな風ですか？ハンドルを切り込んでですね、アクセルを踏んだんですよ、ビデオ通りに。ブンっていったらそのままボコッ、そして溝にポコッと。なんでかおかしいなと、今考えたらその車シティターボって FF なんですよ。できるわけはないとです。まあ基本的にできないです。そう、そんな知らないでしょう。FR じゃないとダメだとか、タイヤが落ち着いて何でもできると思ってましたもんね、本当に。その時はどうでした、気持ち的に。飲みながら、そりゃ悲しいもんですよ、車ぶつけとるとですよ。基本的にはまあ峠ですよね、うん、あ、一般道じゃないですよ。市道の峠、市道の峠、そう、そこをこう左に曲がろうかなと思って、こうちょっと広かった、これは安心だろうと思って、やっぱ壁にちょうどコンクリートの壁がこんだけ、なんですかな、あれ本当に。たまたまそこにボンと、その時はドリフトできたんですか？あれはまっすぐ行っとるに違いないですね。タイヤ痕がこうピューとこう2本、それですぐ諦めたとですよ。しばらくやってなかったんですか？3年ぐらいはもう車ぶつけるの嫌じゃないですか。